ペトリュス川は、ルクセンブルク市を通る小さい川で、アルゼット川へ流れ込んでいる。ルクセンブルク市内には、ペトリュス川が侵食してできた渓谷があり、ルクセンブルク市の歴史、景観にとって大きな役割を担っている。下流部は人口の川床となっているが、自然への復元計画が進められている。ペトリュス川の語源は、石や岩を意味するペトラとされる。古い文献に、 ペトリュス川のことを岩だらけの川と呼んでいるものを見ることができる。ペトリュス川はリパシュの森を水源としてバハトレング、ルクセンブルク市のメルル地区、オレリシュ地区を流れ、グルント地区のサンテュルリック通り近くであるゼット川に合流する。ペトリュス川の総延長は約 12.8km でオールボック、グルーフ、ザイセンジャーバックといった支流がペトリュス川に流れ込んでいる。 ペトリュス川の下流約2 6トルは1930年代以降コンクリートに覆われた人工の川床となっている。20世紀の初め、ペトリュス川には排水も垂れ流され水質が悪化していた。ペトリュス川は小さな川なので小雨期にはお宅を流し去るだけの流量がなく川に取り残された残死が衛生環境に危機をもたらした。 そこで1932年に川の流れを速くして、お宅を素早く流し去るべく、川床をコンクリートで覆うことが決定した。ペトリュス渓谷、ペトリュス川は、ルクセンブルク市のあるサガンの大地を侵食し、旧市街のある西霊大地と、ルクセンブルク駅のあるブルボン大地の間に深い谷、ペトリュス渓谷をうがっている。ペトリュス渓谷は、 ルクセンブルク市の歴史及び景観にとって重要な存在である。ペトリュス渓谷のあたりには、ジーク・フロイトがリュシリングル服を手に入れる以前から、ケルト人やローマ人、ゲルマン人らが定住していた。14世紀には、ノイスのクイリヌスを報じた、礼拝堂が渓谷に面して建てられており、ルクセンブルクでは特に古いキリスト教の信仰拠点の一つとされる。ブルボン公文。 ペトリス渓谷の切り立った岸壁は、ルクセンブルク要塞にとっては、天然の防壁として機能した。さらに、セバスティアン・ル・プレストルド・ボーバンが、渓谷に面して築いた、両方や三角歩の遺構が、現代まで残っている。また、オーストリアが築いたブルボン拷問という、渓谷を水没させて掘りとする防御機構の遺構も、存在している。渓谷の底には、フランスの増援家、 エドアール・アンドレが手掛けたペトリュス公園が広がる。この公園は岩壁の地層や要塞の移行を取り入れて活用している点に景観上の特徴がある。また公園の生垣や芝地は木々と共に都市緑化にとって大きな役割を果たしている。渓谷内には他にもスケートパークやミニゴルフ場が整備されており市民の憩いの場となっている。ペトリュス渓谷には 旧市街とルクセンブルク駅のある新市街をつなぐ高架橋が2カ所にかかっている。一つはパスレルであり、もう一つは観光名所ともなっているアドルフ橋である。ペトリュス川復元工事下水道が整備され、ペトリュス川には雨水だけが流れ込むようになると川の流速を高める必要はなくなり、今度はペトリュス川の生態系を保護するために川床のコンクリートを取り去り、 天然物の,の川床にする自然復元計画が持ち上がった。計画には、アルゼット川からペトリュス川への訴状を助ける漁道の整備も含まれ、ペトリュス川だけでなく、その支流とアルゼット川まで含めた包括的な生物生息空間の改善を視野に入れている。この計画は、2019年7月に市議会で承認され、2020年に着工した。 計画では工程を2段階に分け、第1段階は、川口からブルボン拷門までを2023年の園芸博覧会までに完了し、第2段階は、ブルボン拷門からアンベール通りまでを2024年中に完了する予定である。雨で増水したペトリュス川ペトリュス川流域は、20世紀後半から急速に都市化が進み、降った雨水が地下等を経由せず、 直接雨水管からペトリュス川へ流れ込む割合が増えていった。そうすると、排水は下水道を区別して排除したとはいえ、大雨の際には都市交通が原因で発生するゴミや汚れを含む表面流出がペトリュス川へと集中してしまう。そのため、ルクセンブルク市はペトリュス河畔の地下に複数の集水池を設け、大雨の際には雨水を一旦池に貯めて、 上積みをペトリュス側に流す、ファーストフラッシュ機構を整備することにした。1号池は2012年に運用を始めており、2026年までに9つの池を整備、それぞれの池はおよそ100粒米の水を貯めることができる。ありがとうございます。